早速ご登場いただきましょう。宮城さん、よしきさん、ハイドさん、杉蔵さんです。わあ、こうして皆さんが並ばれると最高にかっこよくてちょっとドキドキしてしまいますね。はい、では早速重大発表を先に皆さん気になっていると思うので始めてください。いいですか？お願いします。はい、そうですね、僕ら、ヨシキ、ハイド、スギゾー、ミヤビで The Last Rockstar というバンドを結成しました。おめでとうございます。どうでしょう、皆さん一言ずつメンバーの皆さんからもいただいてもよろしいでしょうか。ぜひ、まあ、はい、アベンジャーズみたいな感じだと思っていただければ、そのいろんな、誰がなんですか。いやいやいや、誰がどれですか。まあね、みやびは悪役で。みやびさんから。みやびさんどうぞ。はい、みやびです。ギターを弾いてます。本当に今回この4人で、世界をロックするということで集まりました。自分自身も一人でずっとやってきて、ずっと仲間が欲しかったし、本当にこんな頼もしいお兄ちゃんたちと、一緒にまた、ロックできることを楽しみにしてますし、本当に今日1111、11月、11日、この4人が揃って、もう1冊1冊1冊1がもう100でも1000でも1万でもナンバーワン狙いに行きたいと思ってますし、行かないと意味がないと思ってるので、僕自身も思う存分遠慮せずぶつかっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、1111こだわるね。でしょう、ね、ポッキーの日じゃないですか。今日からラストロックスターズの日ですからね。あ、すみません。いいですか。はい、はい、どうです。ね、やっとこの日が来た、もしくは来てしまったという、ね、感じだと思いますけど、これから、僕もね、もうドキドキしてるし、まあ、今もずっとドキドキしてますけど大丈夫ですかね。まだ裏で編集してますから。編集してる。なんかそういう状況も刺激的で、何もかもが刺激的な、このなんでその時僕を見るの。すいません、言ってしまいました。刺激的な男でしょ。もう日常がすごい刺激的なんですけど、まあ、それがきっと僕にとってすごくいい経験になるだろうなと思っております。今日はよろしくお願いします。じゃあ杉蔵行く。はい、杉蔵です。今までルナシーというバンドと XJAPAN というバンドをやっております。みやびはまだ大丈夫だと思うんですけど、なんすか、僕らあと3人はこれが最後のチャレンジです、多分。待って、勝手に決めないでよ杉蔵。もう完全に人生の残り時間は少ないので、最後の人生をかけて世界をロックしていきたいと思いますし、このメンバーなので一瞬たりとも気が抜けません。全員がギリギリなところで火花を散らして戦って、でも溶け合って、この感覚って多分僕らが10代20代の時に感じてた、この感覚がまた今蘇ってくるロックバンドの醍醐味とか、ロックバンドの感動をもう一度日本中そして世界中に伝えたいと思いますので、ぜひ、温かい目で見守っていてくれたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう一言言いますね、そしたら、はい、まあね、みやび、そしてハイドね、杉蔵、まあ皆さんバンドもある、まあ、自分も含めて、先ほどアベンジャーズと言いましたが、まあそういった世界を狙いたいというね、メンバーが集まって、皆さんそれぞれのバンドは、そのままあります、だけどアベンジャーズのように、僕らが集まって、日本からも
日本から世界に挑戦しようと、うん、ということでね、はい、リーダーはい、ということで、このバンドが結成されました。はい、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。そしてロゴもお披露目できるということで、後ろに映し出されます。ちゃんと決まったのが出るといいよね。今の新曲じゃないですからね。そうそうそう。これの、この音楽何これ。杉蔵の選曲かなと思ったんだけど。これ勝手にやられたら困りますね。違ね、うちらのせいじゃないですこの音楽は、はい、僕らの作曲じゃない。デビューシングルとかじゃないですからね。ではここからはやはりこう新バンド結成、スーパーバンド結成ということで、いろいろ皆さんお話聞きたいことたくさんあると思うんですね。まずは、まあ、この4人がスーパーバンド結成ということにびっくりしている方が多いと思うんですね。で、結成された経緯についてまずは教えてください。いきますか。まあ結論から言うと、ごく自然に結成されたと思うんですね。もともと僕らはね、まあ友達として会う機会が多かった、うん、ね、その中で、まあ、今度一緒にやろうねみたいな話は何度か、それは YOSHIKI とハイド、 YOSHIKI と杉蔵、まあ僕やってますけど YOSHIKI と宮城、ハイド、この全員の組み合わせであったんですね。それがまあこういったコロナ禍とかそういった中で、うん、さらに話す機会がね、もともとズームどれだけだったかわからないけど、どんどん話す機会が増えてきて、うん、それで、でもさ、最後にさ、とどめを刺したのはハイドだよね。僕ですね。そうですよね。はい。まあ YOSHIKI さんとそういう、交流を深めている中で。人生はすごいロックな人生を送ってらっしゃるんですけど、そのロックなドラムを叩いてるシーンが見れないままずっと活動を続けてるのが僕にとってはすごく、寂しいというか、こんな稀有な存在のロックスターがいるのに、ドラムを叩いてるシーンがない。でピアノとかクラシックとかのシーンがばかりが目立ってしまって、これはちょっともったいない、あまりにもと思って、まあもともと上がってた話があったので、これちょっと、X が動かないんであれば僕に時間をくださいと僕から申し入れました。結構びっくりしたんですけど、まあね、X は動いたり動かなかったりっていろんな、ね、バンドではあるんですが、そうですね、ピアノはこの先年を取ったからでもできます。ロックするなら今です、一緒にやりましょうっていう直球のね、はい、メッセージをいただいて、で、うん、それで、まあその前から僕がね、宮城とかももちろん杉蔵も一緒になんかやりたいねみたいな話をしてて、うん、そこでなんか急にね、天が線になり始めて、同じようなタイミングで僕と宮城も喋ってたんだよね。そうですね、もともと10年以上前に一緒にやってたことがあったので、まあね、本当に、まあ、日本世界含めてこれぐらいそのヒリヒリするような、ロックミュージック作れるロックアーティストってどれぐらいいるんだろうっていうのを考えた時に、やっぱり、うん、同じこの日本にこれぐらい同じ温度感で爆発できる人たちと一緒にやれるのはすごい、やっぱりなんだろうな、まあ、コロナもそうだしウクライナ危機もそうだし、やっぱりなかなかね、未来が明るいと言えない時代ですけど、なんかこうみんなでこうやって集まってこうぶつかり合って、その爆発力がこう
ね、本当に日本人の人たち世界中の人たちがこうワクワクドキドキするようなことになればいいなと思って参加させてもらいました。杉蔵はどうですか。そうですね、このメンツ、この仲間たち、僕らはもう子供の頃からロックって、ロックバンドってグラマラスで危なくて感動的でそこにときめいて、もう30年以上やってるよね。でも今世界を見回すとグラマラスでギラギラしたロックバンドっていますか。あの時の僕らが本当に心をね焦がして音楽に憧れた時代、ああいうスターやカリスマ、時代的にロックも形骸化してしまって、なんだかおとなしいもの、もう作られたもの、ロックギターやりたいと思ったらまず学校に行こうっていう時代ですからね。ふざけるなって話で、どこかでロックバンド、グラマラスなねロックスターってもう絶滅危惧種なのかな、そういう危機感がずっとありました。このザ・ラストロックスターズっていい名前で、絶滅危惧種だったロックバンド、ロックスターがこれからまた新しく生まれ変わって世界のシーンを作る、そういう気合というか精神性が込められていて、僕はそれを本気でやりたいと思いました。このかけがえのないメンバーで、宮城が言ったように世界的な状況、やはりどんどんどちらかというとネガティブな時代になりつつある今、こういうロックバンドって多様性とか感動とか、すなわち平和とか愛情を作る最も重要なツールになると思うんですね。今だからこそ僕らが子供の時にときめいたあの感覚を今の子供たちに伝えたい、今の Z 世代にロックバンドや音楽のダイナミズムとか感動を伝えたいっていう気持ちがあって、このバンドはそういう意味では最高の発信源なのじゃないかなと思って、今ものすごい気合い入れて音楽を作っている真っ最中ですね。あとそうちょっと先ほど聞きそびれてしまったんですけども、はい、ハイドさんが YOSHIKI さんにこうラブコールをしたっていうのはいつぐらいのタイミングですか、いつ頃ですか。それすごい気になってる方多いんじゃないかなと思って。多分2年、1年か2年ですね。いつでしたっけ。1年、1年ぐらいですか。ちょっと前ですね。結構ね、直球だったよね。はい、やっぱりすごい方なんで、どんどん仕事、まあ面白い仕事入ってくるんでしょうねきっとね。だからどんどんスケジュール埋まっていくんですよ。まあやろうねとか言いながらも、なんかどんどん時間がだけが過ぎていくんで、ちょっとまず僕と一回やってからその仕事をやってもらえないかなと思いまして。いやそれでね、おかげさまで、はい、ハイドさんのじゃあおかげで皆さん喜んでいるファンがたくさんいるのではなかろうかと思います。でどうですか、4人で演奏すること自体も今回初めてだったんですか。この4人は初めてだとすれば、どんな発見だったりとか気づきとか感想とか、そういったことも伺いたいです。僕はハイドとは進撃の巨人のテーマ曲 Red Swan で、共演させてもらって、杉蔵とはね、もちろん XJAPAN のメンバーでもあるので、ね、よく、一緒に演奏していて、みやびともね10年ぐらい前にね一緒に。そうですね、15年前ですね。15年なの、わ、早いね早いね。でみやびと杉蔵もその時にちょっとね、あとみやびの曲に参加させてもらったりもしたよね。そうですね、はい、ハイドさんとも僕もコラボさせてもらったりとかしてるので、ハイドと僕初めてだね。そうですね、はい、ですよ ね、 そうね、知り合って長いんですけど初めてですね。あ、違う、レッドスワン俺弾いてるわ。あ、そうだね、そうだ、そうか。逆に4人でやってみて喧嘩とかするんですか。もういつも YOSHIKI さんが喧嘩するからもう僕止め役ですからいつも。そうなんですか。
しないでしょう。よしきさんを止めて30年ですよもう。いやそこ本当見事だと思う。止め役になって30年、僕ね心の中でよしき使いと思ってる。猛獣使い、よしき使いだなと思ってそっち。いや本当にタイガーですかね、トラですね。そうそう、トラみたいな。どんなディスカッションをするんですか。こうどこで燃え上がるんですか。ちょっとそっち側に、そっち側になんか質問がちょっと方向性変えません。あ、変えましょうか。なんか、はい、もう大丈夫と言いながらもうすごく平和なバンドなので、はい、平和ですよ、大丈夫です。じゃあこれからじゃあそれぞれが楽曲、あの作詞作曲をしていった曲を順番にどんどん作っていって。でまあ、そのうち公開されることになると思うんですけども、それをねやっぱりこのパフォーマンスを生で見たいなっていう方が世界中にいらっしゃると思います。でその見るチャンスというのはありますか。コンサート発表しましょうか。はい、しましょう、しましょうか。はい、ではあの私の方から改めましてあのご説明ご案内させていただきますね。ザ・ラスト・ロックスターズライブデビュー2023、東京、ニューヨーク、ロサンゼルス、日本公演が2023年1月26日木曜日有明アリーナ、翌日の1月27日金曜日有明アリーナ、そして1月29日日曜日東京ガーデンシアター、1月30日月曜日東京ガーデンシアター、そして2月にはニューヨークとロサンゼルスにてデビュー公演が開催されます。どうですか、このライブパフォーマンスもまだまだこれから作り上げていくところなんだと思うんですけども、楽しみなこととかどんなことがありますか。やっぱりこのエンターテインメントの鬼みたいな人たちが4人集まってるので、うん、これ下手なことできないなというか、絶対成功させなければ、うん、あの恥かくなと思ってるんで、逆すごいそういう意味では気合が入ってると思います、うん、入ってますね、うん、まあさっきも言ったけど必然的にこの4人が集まったと僕は思ってるんですが、うん、ただねスタジオとかに入って、うん、そこはお互いにバチバチ、ね、言いますし、うん、それぞれがプロデュース能力を持っているので、うん、まあ、全員が、ね、まあ、僕はリーダーではありますが、みんなが、うん、リーダーシップを取ってプロデューサーでありっていう、うん、まあ、先ほどの、ね、必然的というのは、うん、まあ、例えば今年僕は、ね、母を亡くしましたが5月に、うん、その時もねみんなにすごく励ましてもらって背中を押してもらって、うん、前に向かいましょうよ、前に向かおうみたいな、すごく感謝をしてます、うん、あ、まだ俺ロックしていいんだ、うん、っていうふうに思わされてくれた、うん、思わせてくれたメンバーです。宮部さん、杉蔵さんはいかがですか。そうですね、まあ、本当に、まあ、スタジオもそうだし、まあ、昨日もずっと撮影してて、やっぱりまあそれぞれのスタイルとそれぞれが築き上げてきたものがあるので、逆にそれをこうぶつけ合って、なんだろう、何が起こるか分からないのは自分たち自身もどうなるか分かってないんで、そのなんかワクワクを、ね、本当に世界中の皆さんと共有したいなと思いますし。俺分かってるけどね。いやいや絶対一番分かってないでしょ分かってる。いや、まあ、だって世界を取る以外のチョイスってある。そうですね、まあ、本当にその志のもとに集まってるので、それ以外ないというか、それができないんだったらいる意味ないんで。だから The Last Rockstars って名前をつけた、うん、そうですね、多分この名前をねつけるときに、ここまで言っていいのみたいな、僕らでね話し合ったんだけど、うん、これ覚悟が必要な名前ですよ。下手なことできないし、でもう一つ重要なのが、楽曲がバンバンできているので、もちろんだってワンマンをやらなきゃいけないわけで、このメンバーでどんどん曲が生まれているので、これが新しいロックのスタンダードになるような気がします。素晴らしい楽曲が生まれています。それ期待していただきたいですね、うん、なんかこうロックってこう過去のものじゃないというか、うん、新しいロックの形をやっぱ見せたいですよね、このバンドで、うん、今ここだけの話、ちょっと
演出などに関しても考えていることとか教えていただけることありますか？そんなないっしょまだまだまだティザー映像もあったぐらいですからね僕たち。そうですねまだそこまでいけてないです。いやなんかこういうのやりたいなっていうのはもしかしてビジョンがもうあるのかなと思って。まあねあるとしたら僕らねそれぞれ全員みんな海外公演をね経験してきてる。うんね、まあ世界でコンサートしてきてるっていう、うんまあ、僕らのビジョンは、うん、そういう意味で世界に向けて発信していくというちょっと抽象的かもしれないんですけど、はいうん、それが一つの、ね、ビジョンである。はい、わかりました。ではまだまだ今後の、ね、情報そして情報に期待したいと思います。ありがとうございます。本日は海外メディアの方にもご来場いただいてますので同時通訳にて実施しておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。皆さんにとってロックスターという言葉はどういう意味ですか？ライフスタイル。 Do you want to go first? Or, okay. So you mean the what rockstar means to us, yeah? Yes, yes. It's that last rockstar. Yeah.It's the attitude, you know, lifestyle. You know, it's これはアティチュード、態度ですね。ライフスタイルだったり、ビールを飲むとか、そういうことじゃないんですよ。常に何かに挑戦する、新たな基準を作っていく、観客とワクワクを共有する、これこそがロックのコア、原点なので、僕にとってそのロックというのはそういう意味があります。My rock means is...Of course, attitude and philosophy. もちろん態度だったり哲学。And most important thing is innovation. 一番大事なのはイノベーション、進化、革新ですね。It is not musical. 音楽的なジャンルの話をしているのではなく、ロックは哲学のことなさ。あ、僕はビールを飲むことです。もうそれちゃうって言ったばっかり僕ビール飲んだりなんか、まあ、このバンド多様性が大事ですからねそこですかねやっぱりビールですねすいません But I think it's thrill like excitement you know? I think that's it、うん、ただ重要なことは僕的にはこのバンドの名前はある意味すごくアイロニックで誰か携帯大丈夫ですか？先ほど申し上げましたけどもうロックスターロックバンドというものが絶滅危惧種じゃないか、うん、その状況を壊したい新しいものにしたいっていうその願いが込められています。 By the way, so when I was 10, 11 years old or something like that, when I was 10歳11歳の時の話なんですけど、so、中学生の時ですね。 僕の先生が先生複数ですね、が将来何になりたいのって聞いたんです。でみんなそれを答えないといけなくて医者だったり会社員だったりっていうことを言ってた中で僕はロックスターになりたいって言ったんです。そしたら先生たちは真面目になんなさいって言って僕的にもう冗談をやめなさいっていうふうに言われて高校でも同じことが起きました。先生に怒られてしまったんです。ちゃんと書きなさいと。で僕はロックスターになるって言ったんです。そして今ここにいます。皆さんそれぞれ活動されています。このプロジェクトにメインのグループとは別のまた違うテイストのものを持ってくるとしたらどういったものを持ってくるんでしょうか？このメンバーが揃った時にどうなるんだろうなって全く想像がつかなくて、ちょっと心配もあったんですけど、よく考えたらロックバンドってその何か分かんないものをみんなで刺激し合ってなんか化学反応するのが楽しいんだろうなって、バンドってね。それに気がついてからはもう本当おかしな人たちばっかりなんで、なんかもうそのアプローチが斬新で楽しいです。とても。はい。How about Miyabi? I mean, we never know what's going to be like, and that's why it's fun. 実際何が起きるかなんてわからないので、だからここにいるわけです。ロックとはそういうことであり、まあ結果を見てもらうしかないです。
一つ重要なのは、皆さん ご承知だと思うんですけど、ベーシストがいないよね。そうなるとベースが、ベーシストがいない状態で成り立つ音楽になりますね。それは一つキーかもしれない。僕ベースじゃないんですか。でも僕は、well, you can play too. I mean, you know, depends on the love. でも できるよね、我々ね。Bass, yeah. 実は、ミヤビと杉蔵ギターでハイドがベースボーカルってのも新しいけどね。ないな。ない。これはね。俺ベースやろうか、首壊した時。でもドラムどうするんですか。打ち込みにして。ドラム打ち込み。わかんない。ドラマ募集しますか。僕が倒れた。ここでメンバー募集って。okay, okay. ちょっと待って。今日、okay. 今日ベースの日だからベース募集する。So, okay, okay. Let's not go into that direction. Okay. So, so yeah. As you know, we are, ご存知の通り、僕らは割と融通が効くというか柔軟性があるので、ピアノも弾くしドラムも弾くしクラシックもロックも弾くから、ミヤビも杉蔵もハイドもみんなそうです。なのでそれぞれのジャンルで好きなのはありますが、オープンなオープンマインドでもあるので、例えば、まあ、ヒップホップのミュージシャンも成功している人たちはコラボをしたりしていますね。誰かフィーチャリング誰々みたいな。その中で互いの長所を共有し、アーティスト ABC がそれぞれ自分たちの長所を共有した音楽を作っているわけです。なので僕らもみんな長所を持っている。超ヘビーな音楽も弾けば、ストリングスも柔らかな音楽も弾ける。ミヤビも DJ っぽい、ハイドも叫んだり、杉蔵もクレイジーなノイズを出すことができる。なのでスタジオでこう新たなアイデアはもういつだって生まれるわけですから。サイコラブ、ハイドが書いた曲はとても EDM な感じの音楽です。ラストロックスターズも書いたばっかりの曲ですが、これはコラボレーション始めた時点で書き始めました。なのでどんな曲を演奏しようか考えたときに、そのイメージで作曲をしました。なので、まあ、偉そうに言うつもりはないんですが、可能性は無限大なわけです。なのでとても楽しみにしています。でも同時にビジョンは持ってますよ。一つ分かったことは、ラストロックスターズは世界からいつ消えるかは分からないわけです。この話じゃなくて人生の話、いつ死ぬか分からない。明日この世にいないかもしれないわけです。みんな、僕はそういった体験をもう何度もしています。だからこそこれが最後のモーメント、ラストモーメントであるというふうに演奏するわけです。すべてのエネルギーを注ぎます。そういった願いを込めてやっています。ミュージシャンとしてはお互いどのような印象を持っていらっしゃるんでしょうか。僕からいきます。じゃあまずミヤビですね、やはり、まあ、世界にこういった人っているのかなっていう、まあね、僕ら、ね、同じラッキーに同じ日本で生まれてこうやって近くに存在して友達しているけど、もし僕がミヤビの存在を知らなかったら、わ何この人、そのね、日本人とかそういうことを全て取っ払って、すごい才能だと思うし、常に戦ってるっていう、それは僕らがね先輩後輩とかっていうのを一回置いといたとしても、それはすごい存在であって、世界にね彼らが羽ばたかない、彼が羽ばたかないっていうチョイスはないんだろうなっていう、だから今回、まあ、昔からね何かをやりたいと思ってたんだけど、
うん、こうやって組めて声ですし、そのスタイル、ね、ギタースタイルを、みやびっていうスタイルを築き上げたと思ってるんで、うん、そうですね、尊敬してます。ありがとうございます。エナジードリンクおごります。はい、次いいですか、僕から、ハイドですね、うん、やはりね、皆さんもご存知の通りラルカンシェルという素晴らしいグループのねボーカリストであり、うん、僕バンプスのコンサートもね、以前海外でも見に行かせていただいたんですが、もちろんソロコンサートも僕海外でも見てるっていう、うん、なんて言うんだろうな、もちろんね僕はね、まあ都市も含めて素晴らしいボーカリストとねいろいろ仕事させて来てもらって今までね大変感謝してるんですが、うん、やはりハイドっていうボーカルスタイルがあって、うん、すごい綺麗なメロディーも歌う、だけどすごい叫ぶ、うん、これはやはりハイドっていうジャンルなんだろうなと、うん、ね、何のかどういったボーカルじゃなくてハイドというジャンルのボーカルなんだっていう、そこは先ほどのミヤビと同じように一つのジャンルを確立してしまった人なんだろうなっていう、はい、実際にレコーディングしてても、ここまでのキーが地声で出るの、ここからファルセットが出るの、どうなってるのっていう、うん、すごくなんかある種、まあ、僕に言われたくないかもしれない、天然記念物的なぐらいのちょっと違う、ちょっと待って、ね、みんな言ったことあるの、続けますね。杉蔵、うん、まあね、杉蔵に関してはね、ルナシーともう30年ぐらい、うん、そうです ね知り合いだし、まあね、杉蔵がいなかったらエクシャパンの再結成ってなかったっていう、うん、本当に感謝してるし、うん、でギターの面で言うとやはり杉蔵ってジャンル持ってるよね、あのアームでギャーっていきながら、だいたい全然たまたま聴いてしまったレコードがこれ杉蔵っぽいよねと思ったら杉蔵だったりして、うん、あのまあ、壮絶なテクニック、ね、を持っていて、そしてでもすごいノイジーなセンスのあるギターを弾いて、で、ね、バイオリン、バレもできる、僕とよく、ね、ピアノとバイオリンとで、ね、共演したりもするという、やはり水道というジャンルなんだろうなっていう、うん、だからなんか僕は、ね、ミヤビというギタリスト、ハイドというボーカリスト、水道というギタリストというよりはミヤビというジャンル、ハイドというジャンル、水道というジャンルと僕がこうやって一緒にやらせていただいてるんだぐらいの気持ちでやっています。みんな言いたいことあったら言ってください。じゃあミヤビ行きますか。これみんな聞く、みんな言うんですか。自分すごい聞きたいと思いますよ。だからいい、取り急ぎ、まあ、でもヨシキさんの話をさせてもらってもいいですか。じゃあ、はい、やっぱりヨシキさんみたいな人って多分今後出てこないと思うんですよね。同じように今言っていただきましたけど、さらになんかもっとすごい多分もう出てこないだろうなっていうような人なんで、この時間を本当共有してもらってるだけでも、これはものすごい自分にとって糧になるというかね、そういう気持ちで1時間1時間刺激的な時間をねいただいている状態です。やっぱこんなロックな、人生から音楽から何から本当にロックスターな人はいないと思うんで、僕らもやっぱりそういう気持ちでねやらせていただいてるんで、そういう人だと思います。はい、光栄です。どうでしょう、他にも言いたいことがあったら。じゃあもう僕はそうですね、まあ、ハイドさんはやっぱりボーカリストとしてその、ね、スタイルを確立された方だし、なんかこうかっこよさと可愛さがこう共存してるというか、みんな可愛さあるよね、うん、まあ、でもやっぱハイドさんはそこら辺 そのバランスがすごくすごいなと思うし、やっぱフロントマンとしてのその花、これってやっぱりみんな持ってるものじゃないし、それすごいなと思いますね。杉野さんはそうですね、教授ですね。教授、もうプロフェッサー、教授、アベンジャーだったらもうドクターストレンジだなと思ってたんですけど、もう本当にバンドの中でのその、まあ、プログラミングとかも含めてその、まあ、頭脳的な本当に音楽的な部分もすごく頼りにできる存在だなと思います。吉木さんはね、いやいややっぱり音楽家としてもそうですけど、やっぱり本当にロックスターとしてもう同じ、ね、日本から世界にっていうところで、これって
なんだろう、いい音楽作ったりとか、なんかこうかっこいいもの作るだけじゃないんですよね。それ以外のね、いろんなものを含めて、それも生き様として世界で勝負するって本当に生半可じゃないし、その苦労と恥もかくし、恥ずかしい思いとか悔しい思いすごいするし、それをすごくなんかねえ共鳴してるというか、同じね、そこの悔しさとかすごくやっぱり同じものを共有してると僕は勝手に思ってるし、で、うん、やっぱり突き進むその力、もうこの4人を集められるのって多分 YOSHIKI さんしかいないだろうし、あの、ね、本当に体当たりでもしかしたら何か失うかもしれないけど、それでもやってやるんだっていう、それを本当に、ね、YOSHIKI さんがいなかったらこのバンド成立してないし、あの存在なんじゃないかなと思いますね、はい、光栄です。あのね、体当たりしてるんだけど、そこをねみんなが本当に優しく守ってくれるよね。昨日もそうだけど、うん、どうですか杉蔵は。はい、じゃあ宮城はね、あのもう知り合って十数年なんですけど、はい、あのこんな才能と能力と可能性が満ちたやつがいたんだなっていう、いい意味でショックでしたね、最初会った時ね、もう16、7年前。だから宮城のようにその音楽的な能力、パフォーマンス能力、実はリズムグルーブが天下一品なので、それを天然でやってるっていうのはもう、まあ、本当にまあ根っからの天才肌だと思ってるので、あ、こんなやつがいるんだと思っていつも感動して見ています。あとその音楽以外の面で その社会的活動もすごく近いところがあって、まあシンパシー感じるよねという存在ですね。そうそう、なのでものすごい尊敬しています。いや、ハイドは実は付き合って、いや知り合って長いんですけど、結構縁は薄かったんだよね、はい、もうラルクのデビュー前にすでに僕見に行ってたりしてるので、うんうんうん、30年近く前で、その頃から、あ、素晴らしいバンドだなと、あのこんなに可能性があるバンドがいるんだなと思ったら、やっぱりあるよあるよという間に大きくなって、あの同じ時代90年代をほぼ同じ年代同じ年齢で走り抜けた戦友のようなイメージがあります。で、一周してやっと今当時から螺旋を何段階か上に登ってやっと手を組んだ、 YOSHIKI さんも言ってるようにハイドというジャンルがあるので圧倒的なんですね。例えば僕が書いた曲にハイドが仮歌をつけてくれてるんです。ハイドが歌うとね、ハイドになるんですよね。そういう魔力があって、だから本当に X ジャパン、ルナシー、ラルクナセル、そしてミヤビの昔のバンドは関係ないか、ミヤビっていうアーティストが融合して化学反応が生まれてるっていうのを、なんかその全てをハイドが声にあの束ねてくれてるっていう、やはりとても尊敬しています。ヨシキさんはもう付き合いが長すぎてね、もう32年ぐらいですよ。だって32年、はい、だから、あら、僕らのジャンルというか僕らのこの村のね、まあ、あのいわゆるボスだった人ですよ。なのでイメージ的には同じ学校の先輩と後輩でそのまま50代になっちゃいましたみたいな、だから親しみと尊敬両方同じぐらいすごくあって、まあ、半分自分にとっては本当に兄貴分なイメージで、僕常々思ってるんですけど、本当にハイドも言いましたけど、こんな人はなかなか出てこないと思うの、100年200年の時代と思うんですよ。僕はよく YOSHIKI さんをモーツァルトに例えてるんですよね。存在的にそういう天才性と危なさと、モーツァルトももう何百年に一人の人だと思うんですけど、 YOSHIKI さんがモーツァルトであれば昔からね、おこがましいけど、よし僕はベートーベンになるぞと思ってたわけ。ベートーベン努力の人だよね。モーツァルトは天才でも同時代に生きた2人、このバンドってモーツァルトとベートーベンと例えばシューベルトが一緒にやってるみたいなもんなんですよね。そういう感覚でいるので、まあ全員がこの3人全員僕にとっては唯一無二で、音楽家として、そしてロックミュージシャンとして心から尊敬できる、そういうメンバーとご一緒させていただいて、これほど光栄なことはありません。光栄です。本当にはい、お互いに対するもうラブレターをたっぷり聞かせていただきました。一言でこのバンドに皆さんが
提供する X ファクターとは何でしょうか。曲はあと英語で作られるとのことですが、これも意図的なことでしょうか。So one word that I can bring to this band is 一言ですね。Well, maybe explosion. 爆発ではないでしょうか。Explosion. 僕の役割は爆発だと思います。この化学反応の面でですね。まあ曲については日本語と英語または中国語も入るかもしれないですね。オープンにそこは考えていきたいと思います。一言ね、難しい質問だよね。めっちゃ考えてる。うん、だってみんな爆発力なとこがあるからね。みんなが爆発力があって、でみんなが音楽的な素養がある、うん、そうですね、あのグラマラスさで爆発力、そして音楽の可能性を引き上げる、そういう存在でいたいなと思いますけど、全然わからない。はい、どうですか。一言、うん、そうですね、このバンド一言で言うならなんだろうな、可能性ですかね、うん、なんかそういうポシビリティ、うん、あのね、それぞれがあの、散らばって活動しておりましたが、今そこで、点と点が線になって、こっからなんかどうなるんだろうなっていう未来を見てみたいなっていう可能性、どんどん大きくなる未来しか見えないんで、そういう可能性を感じますね。僕はですね、ジャマイって日本語で愛、ラブかなっていう、うん、結局なんで僕らがね、世界的に、うん、世界に挑戦したいのか、なんで僕らがさらに大きなロックスターになりたいのか、なんで僕らが The Last Rockstar 名乗ってるのか、うん、結局僕らはね、永遠には生きないわけで、うん、ただ僕らの作った音楽であったり、僕らの生き様っていうのはみんなにいつか伝わる。 So you know, okay, I'm not saying in English, so you know, we're not gonna live forever, like someday.みんな永遠に生きない。We will die. いつか死ぬわけです。So, but the way we lived, でも生き様だったり、the way, including our music, something, 音楽も will last forever. 永遠に残るわけです。So, I think what we're gonna convey なので、is love. So, ここで as long as we are living, you know, 見せたいのは、we are rocking, 表現したいのは愛なんです。ロックを続けている限りは、その皆さんに愛を届けることができるわけです。なので、まあ、直接的な答えではないかもしれませんが、一言で言うとしたらそれでしょうか。音楽なしで僕は生きれないわけですから、愛なしでも生きれないわけです。僕はいつも結構命については割とちょっと危険なところがあったんですが、素晴らしい人に囲まれて前に進めるわけです。進めたわけです。なのでお返しをする時期なわけです、今が。なので大きな目標としてはそれですね。別に世界を制覇しようとしているわけではない。愛を世界に広げたいんです、うん。今回ですね、日本とアメリカでのワンマンライブが発表されました。まあ、海外で活躍する4人が集まっているということで、アメリカと日本以外、例えばヨーロッパ、アジアなどでのライブ予定はありますか。また、アメリカ、日本でですね、ザ・ラストロックスターズとして出演してみたいと思うロックフェスがありましたら聞かせてください。そうですね、うん、あのね、決してネガティブなことを言うわけじゃないんですけど、うん、自分自身全身全霊で
一曲一曲、うん、ワンステージワンステージやっていくと思うんですね、うん、僕がねあと何公演自分でドラマ、まあ、メンバーにも言ってるんですけどできるんだろうと、多分100公演っていうのは自分の中で今浮かばない、分かんないですよ、ね、ちゃんと鍛えて健康的で100公演できるかもしれない、ひょっとしたらあと何公演で僕はダメになってしまうんだろうっていう、まあそのくらいの気持ちですね。そう考えた時にどこまでその世界ツアーを広げるんだろうっていう、うん、ただね、みんながじゃあメキシコだ、次はフランスだ、ドイツだって行くんであればね、本当に身を削ってでも、うん、行こうと思ってますし、うん、ただ一つ一つの公演が、うん、なんか自分にとってはなんかなんていうのかな、命を削ってるという、うん、多分エクジャパンの再結成からもそうだったんでしょうけど、うん、なので一つ一つの公演がすごく重要で、うん、なんとなく世界ツアーを回ろうとか、もちろんね100箇所回りたいかもしれないけど、うん、そこは今後みんなと話し合ってやっていければなっていうふうに思ってます。100以上やりましょうよいきなり、だって今これ6公演言ってるからもうあと94しかないってことでしょまあまあまあもっとあるかもしれないよ、うん、あるかもしれないし、まあ、そういう気持ちはね、そうそう大事にね、うんうん、6公演ないかもしれないじゃんそれやりましょう、やりましょう、後輩じゃそんなことない、そんなことない、やりますよもちろん、はい、うん、フェスは、フェスはそうですね、うん、まあ、個人的に言うと僕は最後に出たフェスがコーチェラフェスティバルですね、うん、出ましたね、すごく刺激的で、ああいう場ってやっぱり良いのはね、必ずしもファンだけじゃないっていうさ、そのね、はい、僕もまあいろんなバンド見てるときにちゃんとした演奏しなければ、ね、ビール瓶が飛んでくるとか、ああすごく刺激的で、うん、僕的にはそういった海外のフェスを含めて、うん、ね、そうっすね、思いっきり荒波の中に、うんうん、アウェイでやりたいですね、アウェイ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  ね、うん、だからなんかね、火の海の中にガソリンをかぶって飛んでいくみたいな感じ、ちょっと違うかそれは、ちょっと違います、違います、それ炎上かまあ炎上でもないです、炎上っていうか自爆か、まあそういった、でもハイドとかもさ結構アウェイ経験してるでしょ、はい、うん、結構してますね、もうなんか僕が演奏してる時に前で携帯いじってるやつとかいるもんね本当目の前を飛び降りていってこう、うん、一緒に乗せたりとか、僕はその携帯取って誰と喋ってるあの、This is your shiki って、でも海外行くとやっぱ日本だとすごくみんな優しいけど、海外行くとやっぱそういうとこで戦ってダイレクトですよ ね、そう戦ってきたし、だからそういうタフな人たちが集まってるんで、そういうアウェーなところで自分たちをどう評価されるかっていうのも自分たちは楽しめる体制ができてるんで、そういうのもやってみたいですね。そうですね。どうですか杉澤、アウェー感は。アウェー感と同時に、まあ、X ジャパンでもあったんですけど、こういう我々でも海外でソールドアウトしないことも多々ありますよね。あったね。どうしよう、半分しか入ってないよっていう時に、だからこそ人生史上最高のライブをやりましょうっていう気持ちになるんですよね。来てくれたってことが、なかなかみんなが来てくれない状況でも 50% 来てくれた、じゃあ来なかった人を絶対後悔してやろうっていう、そういう精神性でやるじゃないですか、うん、それって実はデビュー当時とかデビュー前って常に持ってる危機感なんですけど、やっぱりある意味成功してしまうと、成功が当たり前になるとだんだん忘れていくんですね、うん、その感触をね、もう30年やってるような我々がもう一度体験できると思ってすごく重要だと思う、うん、そのアウェー感は僕も大好き、うん、そしてただ僕らはね、多分 逆に実はどこに行ってもアウェーじゃないんだと思う、やはり今まで応援してくれたミヤビファンね、そして杉蔵ファン、ルナシーファン、ハイドファンね、うん、ラルクのファン、そしてヨシキを応援してくれてるファン、エクシャパを応援してくれてるファン、うん、多分ね、まあいろんな皆さんいろんなふうに思うこともあるかもしれないけど、みんなが多分僕らをね押してくれるって、うん、信じて、うんうん、だからどこにいたとしてもどっかで見守られてるっていうのがあって、逆にその分プレッシャーもね あるけど、だから、うん、いい意味でも僕らは
アウェイじゃないのかもしれない。確かにどこですね。なんかこう、うん、僕なんか本当にいつも海外でライブやってて、そのセキュリティの人とか会場の人とかがやっぱりすげーってなってると勝ったなって思うんですけど、このバンドに関してはやっぱりどん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 知らない人に見てもらうフェスもやるべきだし、でやるときに多分僕たちをもうすでに応援してくれてる人たちと一緒に多分世界をロックするっていう、僕たちだけじゃなくてもうすでに僕たちを知ってくれてて応援してくれてるみんなと新しい夢をこうなんか見に行くというか、そんな感覚なのかなと思いますね。みんなで新しい夢を見れるって、うん、それぞれいろんな、ね、夢を見てきたと思うんだけど、うん、で同時に今までのファンのみんなを巻き込んで一緒に飛翔したい。そうですね、なんか一緒に作っていければいいですよね。あとね、今ひしひし感じるんだけど、みんなのバンドのファンの子たちの声が聞こえるんですよ俺。じゃあ本体どうするのって多分みんなね、うん、楽しみでいてくれると同時にそれより本体見たいっていう人も多いと思う、うん、なんでラルクはっていうのがすでに出てるしね、うんうん、ネルナシーはエクスジャパンは、うん、ミヤビは、大事なことは我々は音楽家として成長し続けながら、まあ成長していると思うんですけど、うん、広くなってる、どんどん大きくなってる、なので全てのプロジェクトに人生をかけれますよ、うん、ね、うん、このバンドザ・ロックスターズ、そしてラルク、バンプス、全てのプロジェクトが進むときにはハイドは全身全霊ですし、ヨシキさんもミヤビも僕もそう。だからある意味全てのバンドのファンのみんなと一緒にまた新しい夢を見たい、でもふるさともとても大事っていうところに来てると思うんだよね。いいこと言うよね、うん、まあね、本当夢ばっかり僕らは語ってるけど、うん、じゃあ自分たちがね今までやってきたものは何だったんだっていう声も、うん、必ず来るだろうと、うん、ね、YOSHIKI さんが存在しているのは、うん、30年間 XJAPAN を終えて、ね、うん、してきた人、うん、ハイドのファン、ラルクのファン、スギゾーのファン、ルナシのファン、そしてミヤビのファン、うん、みんなと一緒に夢を見たいので、この活動がじゃあ今までの自分たちの活動をおろそかにするわけじゃないんです。もっと夢を見たい、もっと広げたいっていう、そのミュージシャンとしてのこのチャレンジ精神ってある意味本能なんですよ、ミュージシャンとしての。だから我々がこれをやることによって、また今までの各バンドのファンで、そのバンドに僕らが帰ってきた時にもっと強くなりますよ、うん、そういうつもりでやっていきたいと思っています。ある種さ、人ってね、カンフォートゾーンっていう、要するに心地よい中が、はいはい、中で生きてきてる、そのビヨン、ゴービヨンカンフォートゾーン、その自分のね、僕らの、あ、そう、OK、I can't say in English と、Beyond Comfort Zone、It's not easy、うん、to get out、yeah、so I totally believe、I'm really believing our fans gonna you know、support us、うん、日本語に行きます。多分ね、この僕らの結成が、うん、正しかったか正しくなかったか、どうだったのかっていうのはやっぱり未来が決めるもんだと思って、うん。ね、それぞれのバンドにいい意味で僕は影響してほしいし、うんうん、ぜひファンの皆さん見守ってほしいです。まずは結成おめでとうございます。ありがとうございます。皆さん今日黒いあのダークな感じの衣装でいらっしゃいますけれども、バンド の, あのカラーみたいなのっていうのはありますでしょうか。おお、まあなんかね、別に僕らが事前にみんな何着ようって打ち合わせしたわけではない。なんとなくだよね、うん、なんとなくこんな感じだよね。そうですね、うん、はい、うん、まあ、カラーは何ですか、僕らのカラーは。カラーでも分かんないですよね。でもそれも含めてこれからあの見つけていくんだろうなっていう気はしますけどね。まあ、ある種の光、違うな、カラーじゃないもんね。でも僕はね、光だと思う。光って結局全ての色が集まって白くなるじゃないですか、うんうん、だからあらゆる色を内包していると、虹じゃない、まあ、ラルクじゃないけど、うん、虹のようにあらゆる色を内包してて、そのジャンルとしても国としても多様性ってすごくこのロックバンドに対する重要なキーワードだと思うので、うん、だからあらゆる色が融合して光になるってことじゃないですか、ね。まあ、それぞれさ、僕ら個性強いけど、多分僕らに色をつけてくれるのはファンのみんなが僕らに色をつけてくれるんじゃない。素晴らしい。あとこの今回の、ザ・ロック、ラストロックスターズというお名前なんですけれども、決めるのに
どのぐらいの期間みたいなのは1年以上かかったんです。まあいろんなアイデアいっぱい出てたんだよね、はい、でも決まった時速攻でしたね。なんか僕がつぶやいたんだっけ、そう、うん、みたいなねってなった時にいいね、多分みんながあのバンド名のつもりでつぶやいたんじゃなかったんですよ。そう、え、俺だったらストークスターズバンド名じゃなかったっけ、何かの会話で出てきて、うん、まあ、アティチュードとか、そう、その、うん、僕たちの存在がラストロックスターズねって言った時にスタジオにいたんだよ、その人が。そうですね、レコーディング中でしたね、うんうん、まあ1年ぐらい考えてたんだけど結局全部決まったのの土壇場ですね、うんうん、最近じゃあ最近最近っていう、うん、ちなみにいつ頃、1ヶ月ぐらいかな、先月ぐらいじゃないですか、先月ぐらいですね、先月ぐらい、うん、ちなみにロゴは昨日決まりましたね、うん、そういうレベルでギリギリでやってます。できたてのやつでいいんじゃないの、はい、うん、ロゴをデザインされたのは どなただったんですか。みんながいろいろアイデアを出し合って、まあね、何十とか、まあ多分そこに何十行く前に何百っていうアイデアがあって、だんだん消去していって、うん、この辺かなみたいな、うん、感じで。あのバンドマークみたいな、あの左側のあるマークありますよね。あれもこれなんだか分かる？これどういう？分かんないでしょ。分かんないやっぱり。分かんないでしょ。これはね、T があって、L があって、R があって、S がある。The last Rockstar。そうそう。あ、言わなきゃよかったね。秘密にしてきゃよかったね。みんな言っちゃった。うん、あれはどなたが決められたんですか。あれもなんとなくみんなで出し合ってきて、消去法で、はい、消去法で一番あのザッバサーって切るのは宮城ですよ、ね、もうゴミのように切ってますね。これいらない、これいらない、そんなじゃないし、そう切ってくんだなって、ね、まあでも本当にね、あのスピード感を持ってやっぱ決めていかないといけないし、本当にね、世界中いろんなことが起こってるんで、僕たちが引っ張っていくぐらいの感じていかないと。それとロゴとの切り方、一緒これでしょ、これでしょ。あの今後の何て言いますか、もっと展開って言いますか、具体的に活動期間だとか、やっぱそういったところっていうのはどういうふうに考えればいいんですか、私たちは。リーダーやはりね、こういうのっていうのは常に進行形というか、うん、なんかここからここまでで僕らのね何かじゃなくて、まずここで始めてみて、次の明日が見える、次の、ね、見えてくって、未来が見えてくっていうことなのかなって思います、うん、でもまあ今日こうやってね、このメンバーでまずここまで来れた、みんなの前で発表するまで来れたってことが、まず僕らにとっては重要だ、とても大切な日でね、ちちちちね、そうですね、うん、なんかだってここまで来ると思う、なんかいや危なっかしい瞬間もあったなって。いやもういっぱいあります本当によくたどり着いたなって、今日もすらなくなる可能性がありそうでしたよ、5分10分ぐらい前のね、うん、とか一回日にち変えようかっていうこともあったよね、うん、いや本当にそれはないですね、一昨日ぐらいそんなこと言い出して、うん、マジで、うん、ありましたいろいろね、一瞬で消えたけどそのアイデア、うん、いやいやいや、ドキドキ感があるんで、すごいですね、まあ、でもなんかさっき YOSHIKI さん言ったみたいに、うん、本当に次ないぐらいのあの気持ちで一個一個やっぱやりたいですよね、それが緊張感を持ってやってますね、その全力の積み重ねが多分人の心を打つんだと思うし、うんうん、まあ、何度も言うけど、やはりファンのみんなと一緒に、うん、このグループは前に歩いていければって思ってる、やっとスタートラインに立ったってことですね、うん、今日が、うん、11月11日、まあ、いろいろポッキーの日だったりいろいろありますがあの今日の日にしたっていう意味っていうのはなんか強い意味があるんですか。まあたまたま全員が日本に揃うタイミングだったっていうのもあったりし、なんとなくね、うん、まあでもやっぱり1111じゃないですか、良いんじゃないかっていうことで、うんうん、この形でね、うん、まさに、うん、ね、僕らも本当この 2,3 時で帰って日本に来たりとか、うん、この1っていうので何かこう目標として、この1を目指す何か目標とかって具体的にあるんですか。まあ、それはさ、多分ね、細かいこと言ったらすごいね、すごいところでやりたいとか、いろんなコンサートを行いたいとかね、やっぱりね、全米でビルボードチャートに入りたいとか、いろんな夢はあると思うけど、うん、結局、うん、そのファンに対して僕らがこれからどうやって成長していくのか見せたいっていうのが、うん、なんか結構みんな純粋な気持ちで音楽を作ってるね、メンバーなんで、うん、なんか
音楽好きが集まって、だってこういう瞬間ってみんなあったわけでしょ、きっとね、小学校とか中学生の時バンド組もうぜみたいな、たまたま僕らが今こういう立場で同じ発想で組んだのかなっていう、まあ、記者会見なかったですけどね、記者会見なかったね、だから夢は無限大ですよね、可能性も無限大で、やっぱり一つ重要なことが、世界に対して日本の音楽が、日本のアーティストがトップレベルまでのし上がったことってまだほぼないじゃないですか。その夢ってやっぱりみんな持ってますね。で、例えばアニメやゲームや、ね、そういった日本のコンテンツがワールドワイドになってきている中、正直音楽って遅れとってると思うんですよね。やっぱりそれをもし僕らの力で巻き返すことができたら、それは素晴らしいなという夢を持ってやっています。どうですか、夢？夢、まあ本当に一暴れしたいなっていう気持ちが、あったので、このチャンスはまさにこのメンバーが揃えば一暴れ、ね、日本から世界 100暴れですね、100暴れできちゃうなっていうチャンスが あったというかね、これをみんなで起爆剤にして爆発させるっていうのがやっぱり自分たちの、ね、可能性であったり夢であったりするんじゃないですか、ね、暴れますか？一暴れっていいっすね。100暴れって言ったら100暴れ一暴れ、まあ、暴れられるバンドもね、なかなかいないんで、なんか暴れ本勝負もらえますからね。いやいや、なんかあれみたいだなって、暴れられるってなんか、言いづらいね、暴れられる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 、あのね、みんなの体が面白くて、僕結構ツボにはまっちゃうタイプでね、そう、うん、よく笑ってますよね、笑っちゃうんだよね、よく涙出してる、ね、体が面白いみんな。そうそう、まあ、まあ、記者会見だからね、うん、真面目にやりました、真面目にやってるよ。毎週っていうか楽屋裏とかで4人でこうよく共通の会話になることとかっていうのはどういったことがありますか、まあ、昨日は今朝方はみんなで LINE で今日寝ようねみたいな、うん、あ、4人仲良しでずっとグループ LINE4 人だけでやってますね、もう1年ぐらいやってますね、明日記者会見があるから寝ようねみたいな、そうそう、みんな寝ましょうとか、昨日結局3時4時までかかったので、ね、まあ、2時間ぐらいですか、睡眠2時間寝ました、まあそんな感じです、うん、みんなで励まし合ってやってます。励まし合って、励まし合ってそういうとこね、そういうとこ、このせちがらい世の中ですから、みんなで LINE で励まし合いながら頑張ろうってやってますので、ぜひ温かく見守っていただけたら光栄です。ちなみに絵文字とか対応される？対応しますね、バリバリしますね。だってもう吉木さんと隼人ご自分のスタンプありますから、バンバン自信スタンプできます。だ昨日寝てるスタンプを僕出したんだけど、でもこれ話してるとこればっかり多分テレビ出ちゃいますよ。お前そうだね。ちなみにその LINE グループではどなたがこう仕切ったりとかお話をこう盛り上げたりしているんですか？まあみんな均等にやってますよ、うんうん、それぞれかな。たまに僕から見ないと、しばらく、あ、見てくれなくなっちゃったみたいな、たまに行く夢になってる、 ありますよね、うん、ちなみに4人の中では宮根さん一番お若いと思うんですが、はい、先ほどの会見とか見てても結構ツッコミ、そうですね、僕ツッコミ担当ですね。あ、ツッコミ担当、はい、なの、だいたいツッコミどころ満載じゃないですか。関さんも、関さんもツッコミ担当でしょ。俺結構ツッコまれる、あれツッコ、ボケ気味ですね。広敷さんにツッコむ人いないんで、僕がちょっとガンガンツッコんでから、ね、ミヤビーがツッコんで、僕は後ろから抱きかかえるっていう、そうそう、そうなると、ハイドさんの役目はあれなんでしょうかね。フォアワンとして。ハイド冷静です。多分一番ちゃんと見てますね。うん、いやみんな本当すごいなと思って。なんかそういうとここのバンド回していくの。うん、俺なんかあどうなんだろうなとか考えてる時にもガンガンになんか答え出してくるとか。なんかそういうとこやっぱすごいなと思いますね。すごい。会話の回し方が。うん、このバンドの改めて結成時期というか。
ちゃんと動き出した時期っていうのはいつぐらいからなんでしょうか。すごい質問来ると思ってたのね。まず今日が結成記念日じゃないですか、うんうん、基本は。まあでも動き出しはいつでしたかね。こういう質問が来たらどうしようって喋ってたもんね、うん、三井結成になったって三井、うん、あ別にでも、うん、動き出しがいつかってこと隠す必要ないよね、うん、動き出したのはでも去年、うん、去年。いやでも話が始まったのはもっと前ですね。なんか何年も前に。あもうコロナ前だ、うんうん、前だよ前。そうだ、うん、だけどなんとなく知ってたのがハイドがドカーンとしたのが1年ぐらい前ですかね、うん、はい、1年ぐらいですかね。まあでも今日が結成、今日にしようか、まあ、結成はね、うん、今日記念日で今日はね、うん、はい、その、まあ、名刺代わりになる「ダルクスタン」っていう曲を含めた2曲というね、まあ、検査映像でも流れましたけれども、その曲に関してはいつぐらいにお作りになったとか。まだ作ってるっていう。まあ作ってるんですけど、まだ途中です、うん、はい、でもサイコラブ その最初のデモは早かったよね。は数ヶ月前かな。もっとか。いやもっと前、去年ぐらい前か、うん、去年1年ぐらい前、1年以上前かな、うん、だから そうだね、その加速した頃に多分送りました。ああ、うん、それが指標になりましたね、その音楽的な、うん、サイコラグが。それでなんとなくね、ああやっていくんだっていう、うん、で、ロックスターズを作ったのはこれすごいだろうね、1、2ヶ月前に。すごい最近。なんかみんなのなんとなくイメージを思い浮かべて、うんうん、できたというか。こちらちょっとリリース時期未定だと思うんですけども、リリースの予定は。俺に聞くそれリリースを聞かれて世界一信用性がない僕なんですが、僕から話しましょうか。杉蔵が言った方が、あ、出るんだなと思う。今年中に絶対出します。え、出しましょうだってね、もうライブが迫ってますから。あ、そうかそうか。できるだけたくさんの曲をそれまでにみんなに届けたい。なのでライブまでにできるだけ曲をちゃんとリリース配信したいと思ってます。ですよね、はい、やりますよ。やりましょう、やりましょう、やりましょう。なんで俺の方みんなに。はい、頑張ります。はい。